これ見える？見てみて。その男の子がね、7年間ぐらい食事とかあんまり食べんかったんやと。それをね、俺が出しゅう動画を見て、ばあちゃんが料理作るのを見て、ばあちゃんのこと「あーちゃんあーちゃん」って言うんやって。ほんで、ご飯も食べれずに、その一休、その幼稚園からの先生らもすごい困っちゃったんやって。それをおばあちゃんの動画見て、野菜とかをすごい食べるようになって、その絵をおばあちゃん描いたらしい。その野菜と一緒にっていうのを、それでおばあちゃんに渡すって言って描いたんやって。ですごい動画をいつも見てくれよらしいで、で最近食事を一生懸命食べてくれてっていうのをやってくれて、すごい親御さんも喜んでくれてにそんなね。ことがあるの。いつも楽しみにしてこう見ようんやって。8歳。何歳やったの？10歳やったかそうな。抱っこしてあげたいな。本当に。ちょっと待ってよ。どれ。これこうやっていつも見るらしいで。本当に。涙が出る、かわいい。抱きしめてあげたいね。食べてくれてるの。やっと。そう。そう、一生懸命食べてね。大きくなってよ。おばあちゃん祈ってます。かわいらしいね。びっくりした。そおばあちゃん流っていうのがいいって、いい動画やって、やり方違うとか濃い味とか関係ないって、おばあちゃん流やからおばあちゃんのやり方でいいしって、長年料理続けてきたおばあちゃんさすが、真似したい、台所に立つおばあちゃんすごい大好きですって。ありがとう言わないか。そうなの。待ってよ。毎日楽しみに拝見させていただいてますって。恥ずかしい。他の家のご飯っていうのは自分が普段作っているものとは違い、新しい発見があります。特に年配の方の作るご飯は基本の部分をとても丁寧にされていると思い、これからも参考にさせていただきますって。そんなに言ったら励みになって、病気も治りそう、私の。ありがとうございます、言わないかんね。一生懸命頑張る。おばあちゃんお疲れ様です。おいしいお弁当、謝る必要ないですよ。おばあちゃんのお弁当は最高だと思います。ありがとう。別の方、おばあちゃん毎回謝る意味が分かりませんって。 自分も毎日作りますが、朝早く起きて作るし毎日大変ですって。おばあちゃんお疲れ様。ありがとうございます、言うといて。勇気が出たわ。おばあちゃん納得いかないお弁当なのかなって、謝ることないくらいの立派なお弁当なのにって、こんな豪華弁当なら言うことないって、泣かされて感動しましたありがとうございます、言わない。そう。ちょっとでも役に立ったっていうんかなね。嬉しいなってきた。長生きせんといかん。100まで生きちゃいかん。100歳まで。頑張らな。
もう本当にあったかいお言葉ありがとうございます。本当に嬉しかったです。うん。いつもおしゃれでお料理に手を抜かないおばあちゃん素敵です。今日も、ご自身も、夕飯支度頑張ろうという気になります。ありがとうございます。こちらこそありがとうございますと言わないか。そうなの。そういう反響があったの。大切にせんといかんね。ありがたいことよ。そんなん見てくれてるや言うてね、なんか心がほのぼのとあったこうなった。その方たちにお会いしてみたい。おばあちゃんの作る料理は全部好みで、真似してよく作っていますって、ありがとうって。まあ、そう、一生懸命勉強して変わった料理作らないからね。仕事行く前に動画を見れて嬉しいですとか、ありがとうございますとか。おばあちゃんのご飯見ただけで元気になりますって。まあいや、体がもうほんと熱くなってきた。そんなに思ってくれる人がおったんやなと思って、いたらもうおばあちゃんやのにね。そんなことない。今日は動画アップないのかと少し寂しく思ってました。今日も見れたって。ご飯も豚肉の味噌漬けもグルニも美味しそうって。おばあちゃんのご飯は食べたくなる。すべて美味しそう。まあ、でもね、あのさっと作れるような感じ。おばあちゃんの誰でも作れる感じやから。まあよかったね、みんな褒めてくれて。いっぱいある、もうまだまだすごい容器あるよ。全部言えれんけど。そうなの。うん、それでやね、ともこが、何なんかそのね、野菜嫌いなかった子が